あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール講座です。今日は、映画呪い返し師死を子誕生が全国の劇場で公開されております。これは制作総指揮大川隆法総裁が務めて、おられる映画でもあるんですが、この映画呪いというものが一つのテーマになっております。そしてその呪いの原因いくつかあるんですが、その原因の中にトンジンチという仏教でいう心の三毒と言われているものがあります。トンとはむさぼりの心、もう欲しくて欲しくてたまらない、もう欲望の思いがもう全然止まらない状態、これがトン、貪欲のトンですね。そして人とは何かというと怒りです。怒りの毒、もうカーッとなって怒ること、これによって呪いがかかる。そして知とは愚かな心を言います。愚かとは何かというと、真理を知らない生き方ですね。そしてさらには愚痴や不平不満、こういう感情から出てくる想念、心の思いでもあるわけですね。悪しき思いなんです。この3つの毒、心の毒を持った人がこの呪いというものを発生原因になっているんだというものがこの映画の中で描かれております。そして今日皆様にご紹介するのはこの映画のサウンドトラック、この CD の中に収められている心の三毒というまさにそのもののタイトルの歌があります。この楽曲について皆様にお伝えしたいと思います。ではこの楽曲の一部をお聴きいただきたいと思います。作詞作曲は大川隆法総裁、そして歌を歌っているのは幸太さんです。ではお聴きください。どうぞ。この心の三毒という歌なんですが、この歌詞を見てみますと大きく4つのブロックに分かれております。これは映画呪い返し師死を子誕生原作集という、大川総裁の書籍ですが、ぜひ、こちらの方もお買い求めいただいて読んでみていただきたいと思います。映画の内容がとってもよくわかる内容なんですが、後ろの方にこの映画の中で流れている楽曲の歌詞が出ております。その中にこの心の三毒も出ているんですが、まず最初のブロックが心の三毒の一つ目、いわゆるトンですね、貪欲のトン、これについて書かれております。どういうふうに書かれているかというと、信じていたのに裏切られる、どうして嘘を道具に金を稼ぐの、この世の命を生かしても、あの世の命を捨てされば人の道を見失う、醜い貪欲打ち砕く、仏の慈悲を悟るべし、こういうふうに書かれているんですね。これが貪欲についての歌詞の言葉になります。
まあ、嘘をついて金を稼ぐ、あるいは人を騙して金を奪い取る、まあ、こういうシーンが映画の中にも出てくるわけですね。お金お金、あるいは財産財産、あるいは自分自身の名誉名誉、まあ、こういったものをもう奪い取ろう奪い取ろうとするんですね。自分のものにしようとするわけですが、でもこの世というのは仮の世です。私たち人間の本来の住むべき世界はあの世という世界でもあるんですね。私たちは永遠の生命を持っています。そして、数百年、まあ、300年とか400年に一度、この地上に肉体を持って生まれて、まあ、数十年の魂修行をするわけですね。あの世の記憶を一旦失ってこの世において生きる、そして、まあ、いわゆる 目が見えない状態と言っていいと思います。真理の目が見えない、あの世の世界を一旦忘れてこの世で生きる。でもこの世の中であの世の存在、自分自身がこの肉体だけではない霊的な存在だということを悟ることによって、またさらに修行が進む。それがいわゆるこの三次元世界、この世が修行の場だと言われる理由でもあるわけですね。でこの世の中に生きているとどうしても欲が出てきます。これはある意味では仕方がないことです。生命を維持するためにはいろんな欲が出てこなければいけないところもあります。ただ問題はそれをどう越す場合ですね。ここが問題になってくるわけですね。人間の欲を超えた動物のような欲を持ってしまうと、そこに中道を外れて、人間としての道を外すということになるわけですね。まあ、それがこの世の命を生かしても、この世の命を生かすというのはこの世の欲を叶えようとする生き方になってきます。しかし、あの世の命を捨て去れば人の道を見失うという歌詞があります。つまりこの世で人間の心を逸脱した動物のような心、動物のような生き方をして、ガツガツと物もいろんなものを求め続ける。そうするとあの世に帰っていくときに本来の世界に帰れなくなってしまいます。それは地獄という世界に行ってしまうことがあるわけですね。その地獄という世界はいろんな世界がありますが、その中に畜生道という世界もあります。動物のようなもう姿になってしまうんです。人間が人間でもうなくなってしまう、動物のような姿になってしまうわけですね。恐ろしい世界に行くことになります。ですのでこの醜い貪欲打ち砕く、仏の慈悲を悟るべしというふうに書かれています。仏の慈悲とは何かというと、仏は全ての存在に対して与えきりの存在です。この心を悟りなさい、知りなさい。そして私たち人間も少しでも仏のような心を持って生きなさいということになるんです。仏のような心を持って生きるとは何かというと、私たちの周りの人たちに少しでもいいので愛を与えて生きなさい、自分が愛を奪い取るのではなく人に愛を与えられるような存在になっていきなさいということを、ここで教えていただいているわけなんですね。そうすると本来の人間の生きるべき生き方というものが見出すことになるわけですね。これが、まあ、心の三毒の中の貪欲、この貪の毒から逃れるためには愛を与えようということを教えていただいているわけですね。そして次のブロックが仁です。怒りです。これはどういうふうに書いてあるか。信じていたのに冷めた愛、計算高い愛なれば利害とともに消えてゆく。愛していたものを憎んでしまう。この世の不条理、所詮諸行は無常なり、こういうふうに書かれております。これが仁に対する戒めの言葉になってくるわけですね。計算高い愛なんです。愛に計算があってはならない、
いわけですね。その計算高いというのは、こういうことをすればこういう見返りがやってくる、そういう愛を求めるわけです。でも思った以上に愛が来ない場合どうなるか、そこに怒りが生じてくるわけですね。クワッとなっていく。なんで、俺が考えているもの以上のものをもらえないのか、相手に怒るわけですね。怒りの本質は、実は仏教の言葉の中に愚不徳苦という言葉がありますが、求めても求めても得られない苦しみ、これは先ほどの貪欲にも関係するわけですが、それが得られないとどういう感情になるか、怒りという感情に変わってくるわけですね。そして相手を責める、世の中を恨む、そういう心になります。この心は人間としての毒を発生する原因になります。この心を捨てなくてはならないんだということなんですね。諸行は無常です。世の中どん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 変化していきます。流れていきます。その中において愛を与える生き方をせよというところが大事になってくるわけですね。そして3つ目のブロックが知のブロックです。知とは愚かさです。これは真理を知らない、あるいは知ろうとしないという愚かさなんですね。目が見えるはずの人が魂を知らず、目の見えないはずの人が魂の存在を知る、神も仏も知らずしていかなる智者もありえない、唯物論の悲しさよ、無限の世界をさまようか。この無限の世界とは夢幻という漢字を書いて無限の世界というふうに書いてあります。こういう世界をさまようということですね。本来私たちは目が見えている、でもその見えているというのは肉の目の目です。ただ魂の目が見えていないのではないですかという問いかけです。魂の目とは何かというと、あの世の視点です。自分自身が霊的存在であること、その霊的存在としての目が見えてなくてはならないわけですね。唯物論者、この世が全てだというふうに考える人はいっぱいいます。この世の目は見えてますが、霊的な目は見えていない人たちということになるわけですね。ここに実は人生の恐ろしさというものがあるんだ。それはこの世の命がなくなった時に、その恐ろしさが本当に始まっていくわけですね。あの世がない、死んでるはずなのに、でもまだ意識がある。なぜか、魂が生きているわけですね。でも自分自身はまだこの世で生きていると思っている、肉体を持って生きていると思っている。ここに大きな大きな間違いがあるんだということです。でこの書籍、呪いがしし塩子誕生の原作集の中に、こういう言葉があるんですね。この唯物論の間違いを正さなければならないんだということで、こういう言葉を、大川総裁から投げかけられています。それは何か、これ唯物論者に対しての言葉です。お前は間違っている、お前自身も霊ではないか、お前自身も悪魔として霊であるにもかかわらず、唯物論を広げた方が悪魔の活動がわからなくなって人々を迷わせても自分に責任が生じないからと、そういう唯物論を広げているだけだろうが、お前自身事実を知っているはずだ、唯物論だったらお前も存在しないはずだ、お前が存在しているということは霊の世界があるということだろうが、悪魔がいるということは神仏がいるということだろうがと、こういうふうに相手を説教し説得せよと、こういうふうに言われているんですね。唯物論者が影響、この人の中に影響力があればあるほど、深い地獄に行くことになります。とっても恐ろしいことです。たったこれだけのことなんです。あの世があるということを信じることが本当の人間の幸福につながるんですが、積極的にそれを否定し、多くの人たちにないないないということを広めた、その罪は非常に重いんだということですね。神仏の世界を否定することに他ならないわけです。
そして結局これが悪魔になる原因になってしまうわけですね。そしてこの歌詞の最後はまさに死を子という呪いを返す人はこの心の三毒の間違いを正し、そして人々を解放していくそういう使命があるんだと、まあ、こういうことでもあるんですね。この呪い返し師死を子誕生の中でこの心の三毒という楽曲は非常に大事な大事なものになってます。その中のいくつか要因があります。呪いの原因がありますが、その3つの代表選手がこの心の三毒トンジンチと言われているものでもあるんですね。そして人間が地獄に行く原因を作ったほぼ7割8割の原因がこの心の三毒という心を持ってしまったというふうにも教えていただいているんですね。ですので多くの人たちに、この地球上に住む多くの方々に、あなたの心の中に貪欲、人の心、地の心、これがないかどうかを点検せよということを私たちも心を高らかにして訴えていく必要があると思います。これを訴えなければ、あなたは地獄に行くそういう原因を作ってしまってますよということなんですね。生きているうちに心を変えることができます。その大事なポイントはこの心の三毒を点検しましょうということをお伝えしたいと思います。ぜひこの楽曲心の三毒を聴いて自分自身の心を見つめ直してみていただきたいと思います。多くの方々が心の三毒をこの楽曲を通じて払拭できますよう、主エルカンダレにお祈り申し上げたいと思います。ありがとうございました。